はいどうも皆さんこんにちは。今回は徳川家光と幕藩体制についてお話ししていきます。江戸幕府の制度は初代将軍徳川家康、二代目将軍徳川秀忠、三代目将軍徳川家光の頃にほぼ整いました。この三人は全員親子の関係ですね。家康の時代に政治の主導権を握り、秀忠の時代に政治機構を確立させ、家光の時代に法律や制度を整備したというイメージを持っておけばいいです。家康と秀忠の頃の政治についてはすでに動画を上げていますので、そちらを視聴していただくとして、今回メインで取り扱っていくのは家光の時代に固められた法律や制度についてです。それでは早速徳川家光についてお話ししていきましょう。徳川家光は徳川秀忠とお江の間に生まれました。幼い頃の名前を竹千代といい、国松という名前の弟がいました。もちろん竹千代が長男なので後継者は竹千代なのですが、お江や秀忠は竹千代よりも国松の方を可愛がったようです。そのため竹千代に仕えていた人たちは竹千代を差し置いて国松に将軍を継がせる気かと疑って落ち着かなかったと言われています。しかしそのような状況に待ったをかけたのが徳川家康でした。家康は年功序列を守れと口を出して、竹千代こそ将軍の世継ぎであると明言したのです。そのような経緯で竹千代、つまり家光は将軍となったので、家康のことを崇拝していました。なので家光は後に家康を神として祀る日光東照宮の大改築を行っています。現在残っている日光東照宮といえば絢爛豪華な見た目が有名ですが、家光が改築する前は割と質素な見た目をしていたらしく、家光が家康を崇拝していたからこそ現在の見た目になっていると言えるでしょう。そんな家光はお忍びで出歩くことがとても好きだったようで、一つ有名なエピソードがあります。ある日家光がお忍びで鷹狩りをしている時に、目黒の成就院というお寺で休憩しました。そこで家光が住職に対して、ここは誰の旦那寺なのだと尋ねると、住職はここはおしずの方の旦那寺ですと答えました。おしずの方というのは秀忠の側室です。つまり家光からするとおしずの方は父の側室ということになります。住職は相手が家光だとは気づかずに、おしずの方は保科正幸という息子がいます。その方は今の将軍の弟なのに貧しい生活をしているのですと話を続けたのです。つまりどういうことかというと、実は弟がいたということを初めて知ったということになります。お江は厳しい性格だったので、秀忠は側室との間に子供ができたということができず、その息子の家光にも保科正幸の存在を知らせていなかったのでした。その後家光は弟がいたことを喜んで、よく保科正幸に相談事をするようになり、保科正幸を高遠藩3万石から山形藩20万石、さらには会津藩23万石へと引き立てており、これ以降会津藩は将軍家と密接な関係を結んでいきました。さて家光に関連するお寺でいうと、もう一つ有名なお寺があります。東叡山寛永寺です。家光によって創立されたこのお寺は遥か西にある延暦寺との関連性が面白いので、ここで紹介しておきます。延暦寺というと皇居の北東、つまり鬼門の方角にあるお寺です。名前の延暦というのは創建された年の年号が延暦だったことから来ています。さてそんな延暦寺は天台宗の中心的なお寺でした。江戸幕府は強い勢力を持つ天台宗を警戒して、その勢力を弱めようとしたのです。こうして江戸幕府は天台宗の中心勢力を2つに分けて関東にお寺を作りました。これが寛永寺です。なので寛永寺を観察してみると、江戸城の北東、つまり鬼門の方角にあるという共通点が見つかったり、名前の寛永というのは創建された年の年号が寛永だったことから来ていたりします。その後さまざまな大名たちがこの寛永寺にさまざまなものを寄進しており、今も東京上野に残っている上野東照宮や上野公園の不忍池に浮かんでいる弁天堂はそうやって寄進されたものの一部です。それではいよいよこの頃の幕府の構造についてお話ししていきます。この頃の幕府の構造は封建的主従関係と呼ばれる関係性が基本となっていました。これは難しい言葉なので分かりやすい言葉で表現すると、
御恩と奉公の関係と表現することもできます。江戸時代の場合は将軍と大名の間でこの関係が結ばれていました。将軍が御恩として大名の土地支配を認めて、大名が奉公として将軍の軍役を負担するという構造です。軍役というと戦いのような印象を受けてしまいますが、この時代に戦いはほぼなくなっていますので、実質的には土木工事や参勤交代がメインの負担となっています。大名は日本各地にたくさんいました。それぞれの地域にそれぞれの大名がいたのです。また大名は領地を決めて藩と呼ばれるものを運営しており、組織的な支配を行っていました。具体例を挙げると、島津氏という大名が薩摩藩を運営しているといった感じです。このように将軍と大名が主従関係を結び、土地と人民を支配する江戸時代の仕組みを幕藩体制と呼んでいます。さて、将軍と大名の間に主従関係があったのは理解できたと思います。次は大名について詳しく見ていきましょう。先ほども言った通り、大名は日本各地にたくさんいました。それらの大名は大きく3つに分けることができます。親藩、譜代、外様です。親藩というのは徳川一門、つまり将軍の親戚の家です。彼らは将軍の親戚ということで別格の扱いを受けています。しかし将軍の親戚ということは、幕府からすると将軍の対抗馬として担がれる危険性もありました。鎌倉幕府初代将軍である源頼朝は弟である源義経と争っていますし、室町幕府初代将軍である足利尊氏は弟である足利忠義と争っています。つまり親戚が権限を持つと内部分裂を起こす危険性が高いのです。ということで江戸幕府は内部分裂を起こさせないように、親藩大名には別格の扱いをするだけで権限を与えませんでした。そんな親藩大名の中でも特に覚えてほしいのが徳川御三家です。徳川御三家というのは尾張、紀州、水戸の3つの徳川家のことです。もし将軍の血筋が途絶えた場合には、この家から将軍を出すことになります。家康にはたくさんの子供がいたのですが、死んでしまった者や取り潰されてしまった者がいて、最終的には秀忠の徳川将軍家の他に家康の末っ子である3人、義直、頼信、頼房が残っていました。こうやって見ると秀忠と末っ子3人は同世代のように見えますが、秀忠の息子である家光が生まれた時に義直が3歳、頼信が2歳、頼房が0歳なので、世代としては家光と同世代になります。この3人の家が先ほどお話しした徳川御三家です。さて、親藩の話が長くなってしまいましたが、次は譜代大名についてお話ししていきます。譜代というのは関ヶ原以前から家康に従っていた家です。つまり彼らは信頼できる部下なので、譜代大名には権限を与えました。ということで幕府の重要な役職に就いたのはこの家出身の人たちです。しかし権限を持っているからには別の面で制限しないといけません。ということで譜代大名には経済力は与えませんでした。そのため多くの譜代大名は藩の大きさとしてはそこまで大きくはないというのが一般的です。最後に紹介する外様大名は関ヶ原の戦い前後で家康に従った家です。つまりあまり信用できない部下たちですね。この外様大名は島津、毛利、前田のように大きい藩が多く、それなりの経済力を持っていました。なので江戸幕府は彼らに権限を一切与えていません。以上のことから江戸幕府は将軍の支配を強固なものにするために各大名を何かしら欠けた状態にしたと言えるでしょう。このバランスが保たれていたから江戸時代は平和な時代として長く続いたのではないでしょうか。さて、初期徳川政権の頃には整っていなかった統治組織も家光の頃になると整備されていきます。幕府で最も偉いのが将軍ということはいいと思いますが、その次に偉いのは大老という役職でした。鎌倉幕府のナンバー2は執権、室町幕府のナンバー2は管領、江戸幕府のナンバー2は大老ということですね。しかし大老というのは律令でいうところの太政大臣のように必要な時だけ置かれる役職なので、常に設置されているわけではありません。つまり実質的なナンバー2はその下の老中でした。この老中は権力が一人に集まらないように複数人置かれています。このように江戸幕府は
徳川の世が長く続いていくように様々な工夫をしていたのでした。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画では徳川家光の時代に固められた法律や制度について、つまり国内事情について見てきました。とはいえ、江戸時代には国外事情でも大切な話があります。いわゆる鎖国です。ということで、次の動画では鎖国についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。